雨上がりの赤い夕焼けが綺麗で、毎日20時さぬきうどんのお時間です。ということでヤクタウンです。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計403店舗目のお店の紹介となります。ということで今日向かっているのは香川県丸亀市にあるさぬきうどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は丸亀駅で550メートル程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては鶴屋さんであったり石川うどんさんがあるだいたいあの辺りなんですが、ということで今日は手打ちうどんつづみさんの方へ向かっていっております。それではこのつづみさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.68 点、そして Google の点数が 3.9 点となっています。営業時間は9時から16時までで、定休日は毎週水曜日。駐車場は専用はないんですけど、丸亀市役所の市営駐車場が1時間無料なので使ってください。おすすめはぶっかけうどんです。丸亀の通り町商店街にお店を構えて18年、今年の8月末には今の店舗を畳んで移転予定です。同じ丸亀市を考えているということで、詳しくは SNS でチェックしてください。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちら今はサービス店となっています。移転先ではセルフ形式のお店を考えているということで、今ある天ぷらと一緒になったメニューはなくなるんですよね。8月末にはお店も空にするので、営業はだいたいその1週間前くらいには終了するんじゃなかろうかと思います。今この店舗でなおかつ特徴的だった揚げたての天ぷら系うどんを食べられるのが最後になります。バサラ天ぶっかけの冷たいのショーで、はい、はい、お願いします。店内はこんな感じになってます。座敷席、テーブル席、カウンター席と揃っていて、窓が広く格子状になっているので日がたくさん差して明るいです。そして調理風景も撮らさせていただきました。この日は店主さんの息子さんが打たれています。店主さんは昔さぬきうどんの名店金泉さんで修行されていて独立しました。その技術が今息子さんにも受け継がれているのがなんかすごいなって思います。
それではいただきます。ぶっかけだしをとっくりで出してくれているので、ちょうどいい具合にあんまり天ぷらにかからないようにかけてみます。ちなみにこのバサラ天、エビ天2本と野菜3つで兜の形を模しています。これは藩主だったバサラ大名をイメージして作られているうどんです。麺は強めな弾力とコシのある中太麺です。シコシコ系というよりかはガチムチ系な食べ応えのある麺です。角がしっかりと立っていて、手打ちならではの麺のうねりとか個性を楽しめるうどんとなっています。ぶっかけだしは旨味が凝縮されたようなすっきりと飲みやすい魚介のバランスのいい出汁です。化学調味料を一切使っていないということで無添加の出汁になります。素材の味を生かした飲み口のいい出汁です。それでは天ぷらもいただきます。エビ天はまずめちゃくちゃ長いですよね。衣は軽くサクッと揚がってて、出来たての美味しさが詰まってます。調味料として塩、レモン、ハーブ塩をつけてくれてます。このハーブ塩が風味が一緒に乗ってきて、天ぷらにすごく合って好みでした。天ぷらは大きなエビ天が2本に大葉、ナス、レンコンが乗っています。揚げたてのこの組み合わせのうどんが8月末までなので、今のうちに食べ納めしておきたいですね。この動画にいただいたコメントのコメント返しはサブチャンネルうどんタウンの明日の動画で直接口頭で返したいと思いますので、ぜひそちらもチェックしてください。動画にしてほしいっていうお店の方、行ってほしいお店がある方は概要欄の方に載せてあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージいただけると嬉しいです。そして今日の動画で讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画のことをおすすめしていただけるとすごく嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。つづみさんは1993年に丸亀市富谷町にオープンして、2003年に今の場所に移って8月末で移転となります。場所が変わっても味は変わらず提供してくれるので、8月で食べ納めをしたらまた進展情報を待ちましょう。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。毎日20時讃岐うどんのお時間です。ということで、ヤクタウンです。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計405店舗目のお店の紹介となります。ということで、今日向かっているのは香川県丸亀市にある讃岐うどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は宇多津駅で 1.3 キロ程度離れた位置、周辺のうどん屋さんとしては中村うどんさんであったり大和友さんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日は三州製麺さんの方へ向かっていっております。それではこの三州製麺さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.36 点、そして Google の点数が 3.8 点となっています。営業時間は6時45分から15時までで、定休日はなしです。駐車場は100台以上あって、ジョイフィット丸亀さんと共用です。おすすめはカレーうどんです。スポーツクラブジョイフィット丸亀の1階にあるお店、こちら7月27日から始まった丸亀うどんマップの対象店で4店舗分スタンプを集めると景品がいただけます。ということで到着です。
今日紹介させていただくお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こちらセルフ店となっています。スタンプラリーのスタンプもセルフで、お店入ってすぐにあるので帰りに押したいと思います。こんにちは。こちらはもともとレストランだったので、お店の作りが一般店っぽいんですけど、いわゆる一般的なセルフ形式です。奥に進んで注文していきましょう。こんにちは。カレーうどんの小お願いします。カレーうどん小1つお願いします。カレーは少し時間がかかるので番号札と交換になります。はい、カレーうどんのお客様できました。カレーうどん1番でお呼びします。はい。そして三州製麺さんは無料トッピングも充実していて、いりこにおかかに昆布、この出汁に使っているのを佃煮にして提供してくれてるんですよね。佃煮もあってカレーうどんも頼んでいるので、絶対ご飯いるなと思っておにぎりも取ることにしました。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。カレーのショーとおにぎりですね。はい、560円で、はい、ありがとうございます。それではうどんができるまで少し席で待ちましょう。店内はこんな感じになってます。注文口付近にはテーブル席、そして入り口入って左奥の方には座敷席があったり、窓際の方には半個室になっているテーブル席があったり、すごく一般店っぽい雰囲気です。はい、どうもお客様。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。明日の日付です。はい、それでは薬味を入れましょう。ネギはスプーン2杯までなので注意です。それではいただきます。このカレーめちゃくちゃ美味しいです。牛テールを5、6時間も煮込んでるっていうことで、トロットロに溶け込んで旨味が凝縮されてる味がします。甘めな味付けなので辛いのが苦手な方でもこれ大丈夫です。うどんとももちろんなんですけど、ご飯とも一緒に食べたくなるカレー。麺ですがもちっとした噛み応えでむにゅっとした食感、熱々で釜揚げじゃないのに釜揚げのクオリティに感じました。カレーの濃いコクにみずみずしいネギも美味しいんですよね。それではおにぎりと一緒にもいただきたいと思います。これは間違いないですよね。牛テールの繊維も入っているカレーで、これやっぱり白米に合う美味しいカレーです。そして佃煮ですよね。三州製麺さんに来たらご飯系は必須かもしれません。絶対
欲しくなっちゃいます。この動画にいただいたコメントのコメント返しはサブチャンネルうどんタウンで明日の動画で直接口頭でコメント返しさせていただきたいと思うので、ぜひそちらもチェックしてください。そして動画にしてほしいっていうお店の方や行ってほしいお店がある方、ぜひ概要欄の方に載せてあるメールアドレス、SNS で直接メッセージいただけると嬉しいです。そして今日の動画で讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。うどん好きや香川県出身の方にもぜひこちらの動画おすすめしていただきたいです。それでは最後の一口いただきます。カレーの最後には本当たくさんの牛テールが残っていました。この最後にご飯と一緒にかき込んだのが一番美味しかったのかなって思います。それでは食器を返したら丸亀うどんマップのスタンプを押し忘れずに出ていきましょう。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。毎日20時さぬきうどんのお時間です。ということで、ヤクタウンです。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計406店舗目のお店の紹介となります。ということで、今日向かっているのは香川県丸亀市にあるさぬきうどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は丸亀駅で350メートル程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては空海さんであったり綿屋丸亀店さんがあるだいたいあの辺りなんですが、ということで今日はさぬきの香り石川うどんさんの方へ向かっていっております。それでは基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.62 点、 Google は 4.0 点となっています。営業時間は平日が11時から14時まで、土日祝は15時までで、定休日は毎週火曜日。駐車場はないんですけど、向かい側の市営福島駐車場が1時間無料です。おすすめはうどんに天ぷらです。無課長のこだわりのうどんと熊本から仕入れる海鮮の天ぷらが有名。丸亀うどんマップの対象店で4店舗分スタンプを集めると、なんと景品もいただけます。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちら一般店となっています。あ、一人です。あ、はい。お会計は食べ終わった後になります。で、スタンプラリーのスタンプはその時に押してくれるんですよね。石川さんのプリンも有名で、3年熟成のみりんをカラメルにされています。グルナイでも紹介されたようです。すいません、本当に気になるメニューが多くて何頼むかすごく迷いました。結果頼みすぎたかもしれません。ぶっかけうどんに、はい、脱皮ガニの天ぷらに、はい、石川さんのプリンで、はいはい、お願いします。はい、確認いたします。ぶっかけに脱皮ガニの天ぷら、3品のプリンですね。はい、はい、ありがとうございます。
っかけとダピガニの天ぷらとプリンですね、はい、こちらがダピガニのつゆになります。みりんをカラメルの代わりにかけていただくんですが、はい、アルコール度数高いのでお苦手なようであればもうそのままどうぞ。あ、わかりました。ごゆっくりどうぞ。はい、すいません。別に運転がうんちゃらとかいうつもりではないです、ね。はい、そこまでは。よかったよかった。はい、どうぞ。ありがとうございます。それではいただきます。今回はすごく気になってた脱皮ガニの天ぷらからいただきたいと思います。天つゆでいただいていきましょう。ふわふわの身で殻が柔らかいので丸々食べれちゃうんですよね。これカニ味噌が入ってる部位もあってカニの旨味が丸々と味わえます。それではぶっかけもいただきます。薬味だしは別皿になっています。大根おろし、レモン、ネギ、生姜、天かす、ぶっかけだしになっているのでかけていただきましょう。麺はツヤがあってキラキラしてて見た感じでは軟体麺かなって思ったんですけど、食べてみるとしっかりコシと弾力のある中細麺でした。そして一番驚いたのが量ですかね。標準サイズで 400g ちょっとあります。すごく食べ応えがあるのでお腹を空かせて食べに行きたいお店ですね。ぶっかけだしはいぶきのいりこに昆布に節、あっさりと飲み口のいいだしでした。化学調味料を使っていないので柔らかい味わいで素材自体の美味しさを感じるうどんです。この動画にいただいたコメントのコメント返しはサブチャンネルうどんタウンの方で直接口頭で明日の動画で返信したいと思いますので、そちらもチェックお願いします。そして動画にしてほしいっていうお店の方や行ってほしいお店がある方はぜひ概要欄に載せてあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージいただけると嬉しいです。今日の動画で讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価、チャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画のことをおすすめしていただけるととても助かります。よろしくお願いします。それでは最後の一口いただきます。正直めちゃくちゃお腹いっぱいになれました。でもカニの天ぷらとかも美味しいから食べれちゃうんですよね。まだデザートのプリンもあるんですけど甘いものは別腹なのでいただいていきましょう。こちら牛乳は高知県の斉藤牧場さんのを使っていてノンホモジナイズ牛乳っていうなんかお腹を壊しにくいのを使われてるみたいです。口の中でまったりねったりするようにとろけます。これカラメルがなくてもめちゃくちゃ美味しかったです。完全に固形になりきっていない状態なので甘さがまんべんなく口の中に広がっていきます。それでは3年も熟成させたというみりんをかけていただきます。深い
甘みを引き立てるような大人の味になりました。確かにアルコールが結構効いていて、日本酒のような香りも香ってきます。日本酒自体僕がそんなに得意じゃないので、ちょっとかけるくらいがちょうどいい具合だったかもしれません。でも全体的に珍しいのがいっぱい食べれて満足です。それではお会計の時に丸亀うどんマップのスタンプを押してもらって出ていきましょう。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。毎日20時さぬきうどんのお時間です。ということで、ヤクタウンです。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計407店舗目のお店の紹介となります。ということで、今日向かっているのは香川県丸亀市にあるさぬきうどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は丸亀駅で750メートル程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては空海さんであったり石川うどんさんがあるだいたいあの辺りなんですが、ということで今日は麺どころ綿屋丸亀店さんの方へ向かっていっております。それではこの綿屋さんの基本的な店舗情報について説明します。まず食べログの点数ですが 3.76 点、そして Google の点数が 4.3 点となっています。営業時間は8時半から14時半までで、日曜日と祝日が定休日。駐車場は約50台分あります。おすすめはスペシャルぶっかけです。綿屋さんは高松店もあって、ボリュームと回転率の速さが人気。そして丸亀うどんマップの対象店です。4店舗分スタンプを集めると景品がいただけます。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こちらセルフ店となっています。入り口正面に丸亀うどんマップのスタンプがあるので、押してから入っていきます。これを4つ集めて丸亀城の観光案内所に行くと景品と交換してもらえるので、ぜひやってみてください。この冊子は丸亀の観光案内所や市役所、駅、サンプラリ対象店にも置いてあるので、食べに来てすぐ押すこともできます。綿屋さんは一玉あたりの量が多くて、だいたい 350g ぐらい。牛肉ぶっかけはハーフもあるので、小食の方にはおすすめです。スペシャルぶっかけの冷やしょうで、はい、お願いします。はい、はい、いただきます。お昼は行列ができるんですけど、本当テンポよく提供してくれるので、行列の見た目以上に待ち時間はなく食べることができます。それでは薬味の天かすと粗挽きの唐辛子を入れて空いてる席で食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。広々としていて、テーブル席、壁際にはカウンター席が配置されています。そして駐車場なんですけど、お店の向かいにこちら第一駐車場があって、その隣に第三駐車場、少し海の方に向かっていくと第二駐車場があります。またお店の方に戻るんですけど、お店側面には駐車場の案内看板があります。
そしてもうちょっと西側に行くと第5駐車場があるといったような形になっています。それではいただきます。スペシャルぶっかけは牛肉、豚肉、温玉、わかめが入っているめちゃくちゃ豪華な赤字覚悟の商品みたいです。麺はしなやかでツルツルな少し平たい太麺です。角は丸みを帯びていて舌触りが圧倒的にいい麺なんですよね。当時食べた時ごう麺と言っていいほどのコシのイメージがあったんですけど、この日のうどんは表面が柔らかくて芯に近づくほど弾力のある程よいコシのうどんでした。ぶっかけだしがめちゃくちゃ美味しいんですよね。すっきりとしてて濃すぎないのに芳醇な旨味を感じます。そこに温泉卵が絡んだり、お肉の甘辛いのと一緒に食べたり、唐辛子の辛い刺激とかレモンのさっぱりが加わるんですよね。やっぱりこれがスペシャルを頼んだ特権、贅沢な食べ方です。これを安くいただけるっていう嬉しさがとてもあります。そしてこのお肉がすごく人気で、牛肉、豚肉ともに甘辛い味付けなんですけど、脂の旨味とか食感が違ってやっぱり2種類楽しめるのはすごくいいと思います。この動画にいただいたコメントのコメント返しはサブチャンネルうどんタウンの方で明日の動画で直接口頭で返したいと思うので、ぜひそちらもチェックお願いします。そして動画にしてほしいっていうお店の方、行ってほしいお店がある方、概要欄の方に載せてあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージいただけると嬉しいです。今日の動画で讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画のことをおすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。平日の地元人気が高いので日曜とか祝日も休みなんですよね。だから県外から長期休暇の時に食べに来るっていうのが難しいお店になってます。早い、安い、うまい、そして多いを体現しているお店。これはリピートする方が多いのもすごくわかります。営業日のタイミングが合えばぜひ綿屋さんでうどん食べてみてください。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。毎日20時讃岐うどんのお時間です。ということでヤグタウンです。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計408店舗目のお店の紹介となります。ということで今日向かっているのは香川県丸亀市にある讃岐うどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は讃岐塩谷駅で 1.9 キロ程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしてはさぬき製麺所さんであったり桃山亭さんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日は手打ちうどんタツさんの方へ向かっていっております。それではこのタツさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.36 点、そして Google の点数が 3.8 点となっています。営業時間は10時半から19時までで、定休日は毎週水曜日、駐車場は約12台分あります。おすすめは国産牛スープカレーです。
店主さんは三豊市高瀬町にある渡辺うどんさんで10年間修行されてます。そして今回丸亀うどんマップの対象店で4店舗分スタンプを集めると景品がいただけます。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちらサービス店となっています。丸亀うどんマップのスタンプはお会計の時にセルフで押せるので忘れないようにしましょう。タツさんは渡辺系列のお店なので、この葉型のエビ天が乗ってる天ぷらうどんもあるんですけど、今回は別のを注文したいと思います。すいません、はい、国産牛肉ぶっかけの冷やしょうで、あとおでんも取っていいですか。わかりました。それではおでんを取りに行きましょう。さぬきのうどん屋はおでんはお味噌と合わせて食べることが多いです。からしとも合わせていただきます。店内はこんな感じになってます。小上がりになってる座敷席にテーブル席、そしてカウンターがあって、どこか渡辺さんを彷彿とします。あ、はいはい、はい、ありがとうございます。いただきます。それではいただきます。麺は食べ応えのある中細麺で、小麦の密度がぎっしりと詰まった感じのコシがあるうどんです。噛むと押し返されるような食感で、冷や系のキュッと締まったような弾力の、角もとてもはっきりと立っている麺でした。ぶっかけだしは国産牛の旨味を吸って甘く仕上がっています。はっきりとした濃いめな味のぶっかけだしに、大根おろしと貝割れ大根のピリッとした、そしてさっぱりとした薬味がだしの美味しさを引き立ててくれています。それではお肉もいただきます。とても柔らかくて甘すぎない国産牛の素材の美味しさとか、
油のうまさを生かしたお肉でした。天かす、レモン、ネギとか薬味を足して味変しつつ食べていくのもいいですよね。それではおでんもいただいていきます。お味噌もだしと合わせて作っているということで、うどん屋さんならではの甘いだけじゃない味のおでんがいただけます。この動画にいただけたコメントのコメント返しはサブチャンネルうどんタウンの方で明日の動画で直接口頭で返したいと思いますので、ぜひそちらもチェックお願いします。そして動画にしてほしいお店の方、行ってほしいお店がある方、概要欄の方に載せてあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージいただけると嬉しいです。今日の動画で讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画のことをおすすめしていただけると嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。渡辺うどんさんの師匠の教えに従って辞めるまではずっと修行ということで、毎日手を抜かずうどんを作られています。それではお会計の時に丸亀うどんマップのスタンプあるので、それをセルフで押して出ていきましょう。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。毎日20時讃岐うどんのお時間です。ということで、ヤクタウンです。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計410店舗目のお店の紹介となります。ということで、今日向かっているのは香川県高松市にある讃岐うどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は木梨駅で 1.2 キロ程度離れた位置、周辺のうどん屋さんとしては桃太郎館さんであったり山森さんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日は横倉うどんさんの方へ向かっていっております。それでは基本的な店舗情報について説明します。まず食べログの点数ですが 3.62 点、そして Google の点数が 4.1 点となっています。営業時間は8時から15時までで、玉切れ次第終了。定休日は月に1度程度で SNS で告知されます。駐車場は約15台分あります。おすすめはかけうどんです。幕末から100年以上続く、おそらく最古の讃岐うどん屋さん。初代店舗は今とは少し離れた川の端の方にあって、3代目の時に今の場所に移動、そしてその店舗隣にまだあるんですよね。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちらセルフ店となっています。こちらの建物は戦後に建てられたまだ新しい方で、正面の駐車場側にあるのが明治初期ぐらいからある建物になります。かけの小お願いします。天ぷらも何か取りましょう。かき揚げがあったらありますけど、いかがですか。じゃあ かき揚げにしようかな。かき揚げいただきます。無理やり無理やり。いえいえ、はいはい、お揚げも甘くて美味しいです無理やりすいません。お揚げもじゃあ取ろうかな。よろしいですか。はい、お揚げ、はい、お揚げ1枚ですね。はい、お願いします。薬味なすってよろしかったらどうぞ。はい、が410円になります。はい、
ただきます。麺はそのままの状態なので熱いのが良かったら湯煎をセルフでやりましょう。はい、温めようかどうしようか、どうしようかな、温めようか。それでは薬味を入れましょう。薬味用のスプーンで取って使い終わったら回収箱に戻します。かけだしもセルフとなるので自分の好みの量を入れましょう。それでは空いている席について食べていきます。お店はこんな感じです。3代目の店主さんが建てた建物がこちら、明治初期からある建物です。もともとは駐車場の方にあったのを引き跡として移動したみたいです。注文口のあるこちらがメインの店舗で、座敷、テーブルと揃ってます。それではいただきます。麺はもちもち感が心地いい中細麺でした。程よいコシで湯煎でその硬さある程度調整できるので誰でも好みのうどんが作れると思います。強い個性を感じる麺じゃないのが良くて、毎日通って食べても飽きないホッとするような美味しさです。出汁は透き通るような優しい黄金色をしていて、いりこ、昆布、かつおの香りが立つふんわりと優しい出汁でした。麺と出汁の食べ合わせのいいうどんです。で、ここにお揚げを乗せていただきます。見た目の通り、すごくふっくらして柔らかいお揚げでした。噛めばじゅわっと甘いつゆが染み出します。この甘いつゆが溶け込んでまた出汁の風味が変わるのも美味しかったです。それでは野菜のかき揚げもいただきます。食べやすいサイズでかき揚げで野菜が取れるのがいいですよね。揚げたてってだけでサクサクとしてて美味しいです。こちらの動画にいただいたコメントのコメント返しはサブチャンネルうどんタウンの方で明日の動画で直接口頭で返したいと思いますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そして動画にしてほしいお店の方、行ってほしいお店がある方、概要欄の方に載せてあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージいただけると嬉しいです。今日の動画で讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画のことをおすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。うどんの味だけじゃなくて建物の歴史も意識するとまた感慨深い感じになってとてもいいですよね。持ち帰りできるうどんかりんとうも販売してて、バーベキュー味とかコーヒー味とかいろんな味があるのでお土産にも最適です。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。毎日20時讃岐うどんのお時間です。ということでヤグタウンです。どうぞよろしくお願いします。今日紹介する動画で合計411店舗目のお店の紹介となります。ということで今日向かっているのは香川県丸亀市にある讃岐うどん屋さんの方へ向かっていっております。
そちらのお店、最寄り駅は丸亀駅で 1.4 キロ程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては石川うどんさんであったり岡島丸亀店さんがあるだいたいあの辺りなんですが、ということで今日は手打ちうどん真心さんの方へ向かっていっております。それではこの真心さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.49 点、そして Google の点数が 3.7 点となっています。営業時間は6時から16時までで、定休日は年中無休です。駐車場は約30台分あります。おすすめは九条ネギうどんです。お土産うどんで有名な宮武さぬき製麺所さんの直営店となります。こちら丸亀うどんマップの対象店となってます。4店舗分スタンプを集めると景品がいただけるのでやってみてください。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こちらテボを使っての湯煎とか出汁薬味も自分で入れるセルフが多いお店です。ちなみに丸亀うどんマップのスタンプもセルフで、出口付近に置いてあるので帰りに押したいと思います。手をかざしての検温とアルコール除菌をして注文口の方へ向かっていきます。こんにちは。九条ネギの小と冷や玉の小お願いします。はい、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。天ぷらもご飯物もすごくたくさん種類があって気になったんですけど、今回は2杯頼んだのでスルーです。すいません、お願いします。はい、ありがとうございます。それでは薬味を入れましょう。ネギ、大根おろし、生姜、レモン、一式すべて揃ってます。今やったら自家製唐辛子。あ、唐辛子、これ最後アクセントで前半普通に炒めていく感じです、はい、後からこれでつけて。じゃあこれちょっと小皿取って持っていきましょうか。はい、すいません、ありがとうございます。それでは空いている席について食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。入り口入ってすぐのところにも食事スペースがあって、注文カウンターの奥には広い、奥には座敷、そして手前にはテーブルが揃っています。そして右手側に進むとでっかい鯉の水槽があります。めちゃくちゃ太い鯉が何匹もいました。それではいただきます。まずはあったかい九条ネギうどんからいただきたいと思います。
麺は出来たてなだけあってめちゃくちゃ美味しいです。噛み始めの食感はくにゅっと柔らかくて軟体麺っぽいんですよね。でも芯に行くほどしっかりもっちりとしたコシを感じて、高水食感のすごくもっちもちで伸びのいい中太麺でした。だしはいりこ風味の濃い味の中に九条ネギとお肉の美味しさが染み渡っただしとなっています。京都から取り寄せている九条ネギで、最初は季節限定で出してたんですけど、あまりに人気が高いのでレギュラーメニューになったということです。もりもりに乗ったお肉とネギで一緒に食べるとどっちもが味を引き立ててくれてて、シャキシャキ食感のネギに油の旨味が美味しいお肉です。それでは唐辛子ともいただきます。ピリッとくる刺激がお肉にとても合います。辛いの好きな方や途中で味変するのにもいいですよね。それでは冷頭もいただいていきます。冷たい麺はあったかいのと比べるとやっぱりキュッと締まって強いコシがあるように感じました。そしてこの卵、冷たい卵ってなんか独特な臭みを感じるようなこともあるんですけど、ここのはそんなことなくて甘いだし醤油とマッチしてます。絶妙な火入れ加減でトロトロになってる卵が喉の通りも良くていい喉越しを後押ししてくれてました。この動画にいただいたコメントのコメント返しはサブチャンネルうどんタウンの方で直接口頭で返したいと思いますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。そして動画にしてほしいお店の方、ぜひ概要欄の方に載せてある SNS またはメールアドレスで直接メッセージいただけると嬉しいです。今日の動画を見てさぬきうどん食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画のことをおすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。70年以上培った技術が詰まった麺でした。製麺所さんが真隣にあるので、そこから入ってくる新鮮な麺は小麦粉の刺身って呼ばれているみたいですよ。それでは帰りに丸亀うどんマップのスタンプを忘れずに押して出ていきましょう。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。毎日20時さぬきうどんのお時間です。ということで、ヤクタウンです。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計412店舗目のお店の紹介となります。ということで、今日向かっているのは香川県善通寺市にあるさぬきうどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は本蔵寺駅で1キロ程度離れた位置、周辺のうどん屋さんとしては丸屋二代目さんであったり永田院かのかさんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日は小金製麺所善通寺国道店さんの方へ向かっていっております。それではこの小金さんの基本的な店舗情報について説明します。まず食べログの点数ですが 3.02 点、そして Google の点数が 3.7 点となっています。営業時間は7時から16時までで定休日はありません。駐車場は約40台分揃っています。おすすめは釜揚げうどんです。県下最大のさぬきうどんチェーン店小金製麺所さん、香川県に18店舗、県外に12店舗展開していて、今回の善通寺国道店さんは直営店となっています。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。それでは入店していきましょう。小金さんはセルフ形式のお店となっています。全店通して朝のかけうどんの割引サービスがあって、朝10時までであればなんと
50円引き1杯180円でかけ食べることができます。ただなぜかこの善通寺国道店さんは他店舗さんと比べると釜揚げの注文率が高いということなので今回釜揚げを注文します。こんにちは、はい、釜揚げの小お願いします。釜揚げ小です。はい、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます、はい、タイミングが良かったので釜揚げはすぐ出てきました。それでは天ぷらも何か取りましょう。お願いします。はい、あ、はい、それでは薬味を入れましょう。天かす、ネギ、生姜、なんとわかめも入れられます。それでは空いている席について食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。小金さんの特徴として30分以上経った麺はお客さんに出さず、なんとタダで持ち帰れるようにできるもったいないうどんっていうのが置いてあったりもします。それではいただきます。普段はあんまり生姜を僕はうどんには入れないんですけど、なんか釜揚げの出汁には入れたくなるんですよね。麺は釜揚げ特有のぬるぬるな食感は抑えめでした。でももちもち感が強くて小麦が香ってくる中太麺です。ふわふわな表面なんですけど、中心にはしっかりとコシがあって誰でも食べやすいようなタイプのうどんだと思います。釜揚げだしはバランスのいい魚介の濃い味に釜揚げの茹で汁が合わさって相乗して美味しくなってます。だしが濃いめなのでそれに負けない生姜が味のアクセントになってくれるのが好きなんですよね。この煮卵天は控えめな味付けでしっかりと火の入ったゆで卵の美味しさを感じる天ぷらでした。この動画にいただいたコメントのコメント返しはサブチャンネルうどんタウンで明日直接口頭で返信したいと思いますので、ぜひそちらもチェックお願いします。動画にしてほしいっていうお店の方、行ってほしいお店がある方、概要欄に載せてあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージいただけると嬉しいです。そして今日の動画で讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録、
うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画のことをおすすめしていただけるととても助かります。それでは最後の一口いただきます。お昼時なら釜揚げ麺を常時取れるほどの人気があります。もともとこちら大釜うどんさんっていう釜揚げが人気なうどん屋さんがあった場所なので、その名残で人気が続いているのかなってちょっと思いました。朝10時までのかけうどん50円引きは小金さんの他の店舗でもやってるので活用してみてください。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。毎日20時、讃岐うどんのお時間です。ということで、ヤグタウンです。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計413店舗目のお店の紹介となります。ということで、今日向かっているのは香川県中田戸郡琴平町にある讃岐うどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は琴電琴平駅で450メートル程度離れた位置。周りにはこんぴらうどんとかとらやうどんとかがあるあの辺りなんですが、ということで今日は手打ちうどんてんてこまいさんの方へ向かっていっております。それではてんてこまいさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.43 点、 Google は 3.8 点となっています。営業時間は平日が9時半から15時まで、土日祝は16時までで、定休日は無休です。駐車場は中野うどん学校のを使っても大丈夫です。おすすめは冷やかけです。こんぴら郡表参道の築150年の建物を改修したお店、うどん打ち体験で有名な中野うどん学校の直営店で、参拝するなら駐車料金が必要なんですけど、飲食だけなら無料で泊めれます。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。少し奥にはこんぴらさんへ続く階段、その手前に中野うどん学校があります。それでは入店していきましょう。こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、冷やかけのショーお願いします。表から見えるところで20年以上香川で讃岐うどんを打たれた方がうどん伸ばしていました。はい、冷やかけのショー、お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。はい、それでは天ぷらも何か取りましょう。お箸でね、天ぷら類はお箸でお取りください。はい、愛媛名物のじゃこが美味しいということなので、じゃこ天かじゃこかつどちらかをいただきたいと思います。それでは先にお会計です。お願いします。はい、320円です。はい、後ろにショーがございますので、よかったらご利用ください。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、いただきます。ごゆっくりどうぞ。ネギは初めからうどんに乗っています。生姜は後ろの台にあるんですけど、今回はスルーで。お部屋を組んで空いてる席で食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。入り口のところではお土産うどんが買えたりします。
こちらの建物はもともと旅館で築150年の歴史があります。そして2階ではうどん打ち体験もされているので、この動画の終わりにちょっとその様子を撮影させていただきました。それではいただきます。麺は麺肌ツルツルなつるしこ系の中細麺、のど越し、のど通りが良くてすすりやすい麺です。冷たい麺なんですけど、硬すぎず柔らかすぎないコシがあって、角も綺麗に立っててお手本のようなうどんだなって思います。冷やかけだしは器の底が透けて見えるほど澄んでて、いりこの澄んだ味に昆布のうまみもあるすっきりとしただし。冷やかけ自体はレギュラーメニュー表には載ってないんですけど、季節によってはあるのでお店の方にあるかどうか聞いてみてください。それではじゃこかつもいただきます。衣がサクサクで食感がとてもいいです。じゃこのすり身に野菜もたくさん入ってて、肉厚な身も食感がいいんですよね。この動画にいただいたコメントのコメント返しはサブチャンネルうどんタウンの明日の動画で直接口頭で返したいと思いますので、ぜひそちらもチェックしてください。動画にしてほしいっていうお店の方、行ってほしいお店がある方、概要欄にあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージください。さぬきうどん食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画のことをおすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。表参道にあって立地もとてもいいので、こんぴらさんに登る前や後に寄ってみてぜひ食べてみてください。そしてこちらの2階でも中野うどん学校さんのうどん打ち体験やってて、今回僕はちょっと見学そして撮影させていただけたので、この後公開します。ぜひそちらも見ていってください。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。毎日20時さぬきうどんのお時間です。ということでヤグタウンです。どうぞよろしくお願いします。今日紹介する動画で合計414店舗目のお店の紹介となります。ということで今日向かっているのは香川県高松市にあるさぬきうどん屋さんの方へ向かっていっております。こちらのお店、最寄り駅は池ノ部駅で 2.2 キロ程度離れた位置、周辺のうどん屋さんとしては天狗さんであったり多田製麺所さんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日はふるさとうどんさんの方へ向かっていっております。それではこのふるさとうどんさんの基本的な店舗情報について説明します。まず食べログの点数ですが 3.88 点、そして Google の点数が 4.1 点となっています。営業時間は11時から15時までで、定休日は毎週水曜日、駐車場は共用で約30台分あります。おすすめはうどん能のふるさとうどんです。王道メニューはもちろん、変化球なメニューも多く揃えているお店。8月6日にふるさとうどんさんの入り口に設置してある自販機がうどん能ラッピングになるということで、その除幕式にお呼びいただけたので参加してきました。ということで到着です。
今日紹介させていただくお店はこちらです。うどんの自動販売機除幕式の動画はコメント欄に載せてあるのでそちらからどうぞ。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちらちょっと変わったセルフ店となっています。この日は特別にイベント記念でうどんのうどんの試食券をいただいたので注文口に渡しに行きます。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、できたら呼んでいただけるのでまた取りに行きます。それではお部屋を組んで少し待ちましょう。とても珍しいのがこちらセルフ店なんですけど出来たてを提供してくれるんですよね。10分程度かかるので時間に余裕がないときは気をつけてください。店内はこんな感じになってます。テーブル席2つにカウンター席とこじんまりとした作りのお店となっています。この日うどん探偵やうどんマンさんも来てました。それでは呼ばれたので取りに行きます。いただきます。はい、そうですね、すみません、はい、薬味も入れましょう。天かす、かつお節、生姜、粗挽き唐辛子、青唐辛子と揃っていて今回僕はかつお節に粗挽き唐辛子を入れました。それではいただきます。うどんの箸袋のパッケージは数種類あるのでこれも何をくれるか楽しみですよね。ネギ、生姜、ぶっかけだしは別になっているのでかけていただいていきます。上に乗っている柑橘系はすだちでもかぼすでもないヘベスっていうやつです。種が少なくてライムのような香りという特徴があります。天ぷらは若もも、若むね、鶏むね、3つ揃っていて他にも肉、お揚げ、わかめ、かまぼこ節とめちゃくちゃ豪華なんですよね。麺は力強いコシと噛み応えのある太麺です。ごう麺と言っていいほどのもっちり食感もあるうどんです。角もはっきりと立っていて重量感のあるしっかりと締まった麺でした。
ぶっかけだしは濃くて甘くてこのうどんにとても合うだしだと思います。天ぷらもたくさん乗ってるのでこのだしにつけて食べても美味しいんですよね。へべすを絞るとまた香りも良くてさっぱりといただけるのでだしとも天ぷらとも相性いいです。鬼びっくり粗挽き唐辛子も入れたんですけど一緒に食べるとかなり辛いです。でも僕はアクセントになってすごく好きです。鶏の天ぷらもすごく美味しくて若胸、若もも、親胸それぞれ食感が違うんですよね。下味もしっかりとついているので一品物として素直に美味しいです。セルフ店なんですけど揚げたてを提供してくれるっていうのもめちゃくちゃ嬉しいところでした。この動画にいただいたコメントのコメント返しはサブチャンネルうどんタウンの明日の動画で直接口頭で返したいと思いますのでぜひそちらから動画見てみてください。動画にしてほしいっていうお店の方、行ってほしいお店がある方、概要欄の方に載せてあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージいただけると嬉しいです。そして今日の動画で讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画のことをおすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。今なら数量限定100個までの先着なんですけど今回食べているうどんののふるさとうどんを注文した方にうどんの記念缶バッジがプレゼントされます。お店の表に置いてあるうどんの自動販売機を見るのと一緒にぜひこちらのうどんも食べに来てみてください。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。いりこ油うどんがいよいよ販売されました。雨上がりの赤い夕焼け綺麗で俺はなぜかこぼれそうで歌ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは雷鳴さって言った茶狩りの線路。